はい、皆さんこんにちは、こんばんは。おはようございます。ヤスでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病やがんでてしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ですね、年をとってね、肉をたくさん食べられる人っていうのはね、長生きでね、健康なんですよというね、話をね、まあ、皆さん聞いたことあると思うんですけどもね、これはね、肉を食べられるほど元気だから健康で長生きができてるんだよというのか、ね、肉が健康で長生きにっていう風に作用しているのかっていうのはですね、まあ、どちらがね、こう先がね、難しいところなんですけどもね、高齢者においてはですね、肉、まあ、つまりタンパク質なんですけどね、そのタンパク質の摂取というのはね、重要なポイントなんですよ。これをですね、まあ、僕の周りでね、身をもって体験した人がいてるんですよ。体験したというか、その体験したおじいちゃんと一緒に生活してた、まあ、僕の後輩からね、聞いた話なんですけども、そのおじいちゃんっていうのがね、90歳までね、元気にね、生きてたんですけどもね、まあ、亡くなられる前日までね、ステーキのようなね、硬いお肉をね、自分の歯でね、しっかり噛んでね、食べていたみたいなんですよ。それにね、普段のご飯の時でもですね、根菜と鶏肉の、煮物のようなね、優しい柔らかいおかずとかよりも牛肉っていうのがね、もう好きだったみたいなんです。もうそれを聞いた時にちょっと痺れましたね。かっこええな、この兄ちゃん元気やったんやろうなと思いましたね。まあ、個人差はあるんでしょうけどもね、その90歳というね、年齢を重ねてきた人たちというのはですね、子供の頃のね、食糧難があったことからですね、当時その簡単に手に入ってたね、その根菜よりもお肉というものにこのブランド力をこう感じてたのかなとね、そのおじいちゃんを思う後輩の言葉もありました。まあ、そのおじいちゃんがね、亡くなりはったその原因っていうのはね、聞いてないんですけども、90歳まで生きてらっしゃったそのおじいちゃんとのね、そのタンパク質の関係性っていうのはね、すごい高いと思うんです。あ、おじいちゃんとじゃないな、長寿とお肉ですよね。まあ、そもそもですね、加齢によってね、その筋肉量っていうのはですね、まあ、減少していくし、筋力っていうのもね、衰えていきますし、しかもそれがですね、まあ、統計的にね、60歳以上になるとそれが加速するんですよね。筋肉量が減るとですね、その健康な状態からね、その寝たきりの状態になってしまう、その間にそう位置するとフレイルっていうの、虚弱という瞬間があるんですけどね、そこに陥りやすくなって、運動とかね、認知機能がね、すごい低下しやすくなるんです。特にね、その糖尿病の人っていうのはね、筋肉が減るとですね、ブドウ糖の消費量が減ってね、血糖値が上がりやすくなるんです。だからね、糖尿病の場合はより筋肉量の減少とね、筋肉量の低下をね、起こさないように意識しなければなりません。それに役立つのが栄養面ではタンパク質の摂取なんです。日本人の食事摂取基準というのがあるんですけどね、それでもですね、高齢者っていうのは十分な量のタンパク質をね、毎日摂ることがね、推奨されています。ほんで、ここでいうタンパク質というのはですね、肉や卵に含まれる動物性タンパク質も、豆腐などのね、植物性タンパク質もね、まあ、どちらも指します。ほんでね、タンパク質の食事摂取基準っていうのはですね、総エネルギーの、まあ、15% から 20% ぐらい で、で推奨量っていうのがね、1日に 65g 以上なんです。まあ、目安としてなんですけどね、木綿豆腐 100g にね、タンパク質がね 6.6g、絹ごし豆腐では 4.9g でしょ。ほんで、鶏胸肉の皮付きの焼きでね、 100g 中にね 34.7g、 鶏もも肉ではですね 26.3g 含まれています。身長体重がね、まあ、小さかったりとかね、75歳以上で、ね、その活動量っていうのがね、大きくも低下してね、もう必要エネルギー摂取量が低くても、このタンパク質のね、その摂取量のね、この加減っていう一番下のラインではですね、もう推奨量以上とすることがね、望ましいとされています。でもね、先日ね、その〇〇にいいという食品でもですね、過剰な取り方はね、逆効果というね、お話をね、ほんまに最近したんですけどもね、筋肉量のね、維持にね、不可欠なタンパク質なんですけどもね、タンパク質の摂りすぎっていうのはね、腎臓にダメージを与えます。
特にね、糖尿病の人っていうのはね、腎臓が悪い人もいてるのでね、タンパク質の取り方にはね、特に注意しなければなりません。まあね、過剰にならずね、まあ少なすぎにもならずにね、タンパク質を摂取するにはですね、3度の食事でね、バランスよく取ることがね、大事なんです。一般的にはですね、夜はタンパク質を取れても、朝とかね、昼ご飯っていう時にはね、タンパク質をね、不足しているとかね、多いようなんです。食材の中でね、タンパク質が多い食品といえばですね、豆腐とかね、鶏肉でしょ、で、納豆で、高野豆腐か、その時は豆乳で、まあ、大豆なんだろうね、大豆加工食品でしょ、で卵、牛乳、魚で赤身の肉とかがありますよね。あ、でもね、大豆加工食品って言いましたけどもね、お味噌とかね、お醤油っていうのはね、塩分摂取量がね、高くなる可能性がありますのでね、もろ味噌とかあるじゃないですか。あとね、薄口醤油やからとか言ってですね、何でもかんでもこうかけまくってしまう人も言ってますけどもね、そんなことをしてしまうとね、元も子もないんでね、お控えください。あとですね、ウインナーとかベーコンとかハムなどのその加工肉ってあるじゃないですか、加工肉ね。あれもね、すごい美味しいし、料理に使うのはね、すごい大変便利なんですけども、ね、やっぱりね、これもね、塩分がね、すごい高いのでね、爆食いはね、控えてください。あと魚やからヘルシーやわと言いながらですね、魚肉ソーセージもね、爆食いは控えましょう。あれね、思うんですけどもね、ウインナーにハムにね、ベーコンに魚肉ソーセージってね、無限に食べれてましたよね。今はね、口の中の粘膜障害がまだ続いているのでね、塩分の刺激がすごいね、強く感じて、どんなにその調理してね、味付けをこう変えてみてもですね、食べれないんですよ。まあね、病気になる前はね、無限にほんまに食べれたんですけどもね。話を戻しますね。意外にね、その簡単にね、摂取できそうなタンパク質なんですけども、こう一日を通して朝はご飯に味噌汁に漬物で、お昼はうどんとかそばやね、ご飯とプラス簡単なおかずといった食事ではですね、タンパク質がね、ほとんど、ね、摂取できてないんですよ。だからね、朝と昼のね、食事にはですね、まあ、納豆とか豆腐、まあ、卵をね、加えるなどのようにね、味噌汁にね、その豆乳とかね、牛乳をね、加えるのもね、良さげなんです。あとね、うどんとかそばを食べるんやったらね、鶏肉とかね、卵とかね、野菜類をね、こう加えてね、こう結構具だくさんにね、仕上げてください。で、ちなみにね、同じ麺類やったらね、ラーメンですよね。ラーメンはね、野菜とかチャーシューなどをね、もうトッピングしまくってね、ラーメンこそこう具だくさんにすることでね、まあ、シンプルなラーメンを食べた後よりもね、血糖値を抑えることができるんです。これも覚えておいてくださいね。まあ、話を戻しますね。で、普段のね、食事でなかなかタンパク質を取れない人っていうのはね、サバ缶とかね、イワシ缶のね、水煮ってあるじゃないですか、缶詰ね。あれを常備しておくのもめっちゃ便利ですよ。味噌汁とかね、うどんにね、これらの缶詰をね、あと豆腐とかも入れるのもね、おすすめでね。サバ缶、イワシ缶はね、塩分不使用のものもありますのでね、そういうのにしてもらったらね、塩分の取りすぎも避けれます。しかしですね、一般的なね、スーパーでね、塩分不使用の缶詰っていうのをね、求めるのはね、これ難しいんですよね。ね、うちの近所のスーパーをね、まあ、何軒か回っていつも買い物してるんですけども、未だにね、塩分不使用の缶詰にはね、出会ってません。でもまあ今はね、そのネットでお買い物ができる時代ですから、まあ、こだわるんやったらぜひね、検索してみてください。そんなね、難しいものを使うよりもですね、卵とかね、その肉類でしっかり食べればいいやんってね、思いますけどもね、卵と肉でね、タンパク質のね、摂取量をね、こう増やしてしまうとですね、脂質とかコレステロールの量のね、摂取も増えてしまうので、できれば大豆とかね、大豆加工食品をね、積極的にとってですね、タンパク質摂取量をこう増やすことをお勧めします。そしてね、筋肉量の減少とかね、筋力の低下っていうのを防ぐにはですね、栄養面でタンパク質を補充することとともにですね、運動も必要なんです。手軽にできるね、ラジオ体操とかね、簡単なね、ストレッチとかね、まあ、お散歩の延長でウォーキングをねしてね、無理せずにできる範囲のものを日常の生活の中に取り入れてください。もうほんまにめっちゃ簡単なことでいいんでね、歯磨きとかね、洗顔の時にですね、アキレス腱をビーって伸ばしてみたりとかね、夜間でお湯を沸かしてる時とかですね、つま先立ちをするとかですね、あとも夕食の後はですね、テレビを見ながらもう全身のストレッチとかいうようなことをね、もう日常のね、動作にね、組み込むことでね、まあ、気負わずにですね、体を動かすことがね、日課になると思います。タン
パク質をこの取りながらですね、あの筋力を低下させないためにね、こう運動をするぞということはですね、あの例えるならね、ボディービルダーがね、そのプロテインを飲みながら筋トレをしているのがね、いい例ですよね。まあボディービルダーを目指してない一般人やね、その高齢者の方とかね、僕みたいに病気を患っている人らはね、あんなには激しくはできませんけどもね、ただ内容量が違うだけでやってることはね一緒ですよね、同じですよね。タンパク質を食べて運動をするというのはね、同じことなんですよ。まあね、人生100年時代とも言われてますけどもね、皆さんもね、長寿のためにね、無理せずできる範囲でね、お願いします。まあ、そんな感じで今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。